時間だぜ。隊長たちからの合図がない。何かあったのか。最悪の場合俺たちだけでもレザー小隊に回収してもらえるけど。どうしたジェフティ。
なぜ立ち止まる？意味がない。うん。疲れてるのか。一旦休憩しよう。この先に街があるようだ。ちょっと見てくる。ゴーストタウンだった。ずっと走って疲れただろう。少し休んでから行くか。敵が追いついても市街地戦に持ち込める。ここなら見つかりにくい。ブービートラップも仕掛けたし、誰か近づいたらわかる。水とレーションも少しある。温かいものは用意できないけど、とりあえずこれで体力をつけよう。いらない。まだ先が長いんだ。いくら君でもちゃんと体力を回復してかないと。いらないって言ってるでしょ。ごめん。ほら、悔しいのはわかる。でも君は生き延びないと。俺たちが絶対に君を生かしてみせる。もう意味なんてない。何してるんだ。銃を下ろせ。全部私のせい。これ以上続けても意味なんてない。君のせいじゃない。なら誰のせいだっていうの。全部私が決めた作戦なのに失敗してしまった。シュライクの意識を全て取り除けてさえいたら。君は最大限努力した。リゲルがいつ暴走するかなんて君にも予測できないんだろ。未来は予測できない。経験したことしか知らないって言ってたじゃないか。まだ終わりじゃない。諦めちゃダメなんだよ。せっかくここまで来れたのに、また失敗してしまった。それならいっそのこと、この記憶を次の私に託して。じゃあここにいる君は。私は失敗した、ただの負け犬。記憶は共有されても君は一人一人違うジェフティなんだろう。ここで死んだら今いる君はもう生き返れないんだろう。それが何だっていうの。私みたいな役立たずに生きる資格なんてない。なんでそんなこと言うんだ。想像もつかないような困難をくぐり抜けてここまで来たんだ。誰にでもできることじゃない。過去の記憶も痛みも全部背負って、それでも前に進む強い人間が役立たずなものか。どうして今になって諦めようとするんだ。諦めたくなんかない。でも私は失敗した。もうリゲルを取り返せない。まだ終わってない。一人で背負い込まないで、俺たちのことも信じてみろ。あんたたちを。もうすぐ援軍が来る。しかも精鋭の。これくらいの失敗なんて後でいくらでも取り返せる。君が諦めなければ俺たちは誰も諦めない。君さえ生きていれば俺たちはいつかシュガーを倒してリゲルを連れ戻せる。君を失うのが本当の絶望だ。俺たちだけじゃシュライクは倒せないんだから。記憶なんてどうでもいい。俺は目の前にいるジェフティに生きていてほしいんだ。だから生きるのを諦めないでくれ。頼むよ。どうしてそんなに前向きなの。前向きなんかじゃない。ここまで来た君が簡単に諦めるわけないと信じてるだけだ。信じて。モンド。うん。両手を上げて。おう。
ありがとう。だいぶ気が楽になった。ごめん、気持ちを抑えられなくて。あ、いや、力になれて何よりだ。あんたの言う通りだよ。生きてさえいればリゲルを助け出す機会はある。いろんなことで頭がいっぱいだったけど、おかげで冷静になれた。よかった。何連の力も信じてほしい。何連の力とかどうでもいい。私はただあんたを信じてもいい、モンド。ああ、もちろんだ。信頼に応えてみせよう。その根拠のない自信が時々羨ましいよ。そんなこと言わなくても。でも気が晴れるならいくらでも俺のことを笑ってくれ。笑ってなんかいない。あんたの真の強さを認めてるの。そうだったのか。もうすぐいい気になって。ロレンがもう追いついてきたのか。塀の方を見て。なんだこの数は。俺たちの動きは筒抜けだったのか。きっとあの中のシュガーが。これだけの数は振り切れない。だがもうすぐ航空支援が来る。そうなればこっちのものだ。援軍が到着するまで俺たちだけで持ちこたえるんだ。うん、行くよ。